言葉を知ってる子を手を挙げてください。おさっき言ってたこのネクテッド絵が描いてあるよね、その絵の意味もよく分かれるんですよね。地球温暖化の影響、はい、気温の変化ですね。今最近暑いな、そういう日が増えたなって昔に比べてどうですか。なんか暑かったり寒かったりするんですよ。海面の上昇、海面って何の上昇、まあ、そうなんです。そう、北極のところに見えて深い氷があるんですけど、その氷がそう気温の温度が高くなることによってどんどん溶けていってしまう。それが海に入る。そう、それが溶けたら氷が溶けたら何、水。そう、水。その水がそう、どんどん増えていったら海の水もどんどん増えていく。こちらとさ、あとなんかパネルみたいな絵があるね。そう、風でよく回る。あ、そうそうそう、ソーラーパネル。この2つの絵のやつは、まずソーラーパネル。これは太陽からのエネルギーを吸収して電気に変えることです。すごいでしょ。今ね、結構そのソーラーパネルとかがいろんな家とかその場所に設置されてるの、たまに今は見てたけど、昔よりの数がものすごく。ではこれからの知識です。とっても役に立つことなので、ぜひこれからも学んで地球に優しい。練習の時に知ってた。おお、すごいです。